アンドレアス・グルーバーは、オーストリアの小説家、男性、ウィーン生まれ、ニーダー・エス・ター・ライヒシュー・グリレンベルク在住、ミステリー、SF、ホラーなど様々なジャンルの小説を執筆。短編小説の名手として知られ、1996年に本格的に短編小説の執筆を始めて以来、ドイツ幻想文学賞やドイツ SF 大賞など、 複数の賞で受賞、あるいは上位入賞している。2005年には、初の長編小説、ユダの箱を、オーストリア版、ラブクラフト総書で上司。この作品は、山村での殺人事件というミステリーの要素に、クトゥルフ神話の要素を合わせた怪奇小説で、翌年、ドイツ幻想文学賞の長編デビュー作部門第1位に、選ばれた。その後も探偵、ペーター・ホガートを、 主人公とするサイコサスペンスシリーズやホラー小説を対象とするヴィンセント賞で長編部門第1位に選ばれた歴史ホラー小説、フクロウの門などジャンルを問わず作品を発表している。単行本短編未役作品の日本語タイトルは夏を殺す少女の役者跡書きに従った。ありがとうございます。